川崎市玉川マリコ橋公式野球場は、日本の神奈川県川崎市中原区上丸古典神町の玉川右岸川河川敷に所在する野球場。本野球場は、北海道日本ハムファイターズの前身球団である東映フライヤーズが一級河川にある国有地を借り受ける形で1961年に開設し、比較。 ホームフライヤーズを経て日本ハムファイターズとなった後の1997年まで同球団の2軍専用球場及び練習場として使用した日本ハム球団玉川グランドを前進とする。同グランドは2011年3月をもって借地契約満了により日本ハム球団から国へ返還されたことに伴い一度閉鎖された。その後新たに川崎市が 国から用地を取得し、市民用の野球場に改築したのが、現在の玉川マリコ橋野球場である。本野球場の敷地には、日本初の常設サーキット、玉川スピードウェイが1936年に開設されていたが、1940年代後半に閉鎖されている。1961年、当時の東映フライヤーズ球団が、 国有地を借り上げて二軍本拠地及び練習場として開設。以来、1973年に比較、ホームフライヤーズ、翌1974年に日本ハムファイターズと、経営母体及び球団名の編戦を重ねながらもに、軍本拠地として、イースタンリーグ公式戦が行われた。徒歩数分のところには、 球団の合宿所、イサム少量があり、若手選手の育成の場として、長年にわたって使用されてきた。当時、玉川グラウンドと名乗る球場は読売ジャイアンツ、太陽ホエールズと合わせて3カ所あった。しかし、後年は、施設が老朽化したことに加え、観覧設備がなく、トイレも仮設のものしかないなど、観客や来訪者に対するサービスが十分ではないこと。 さらに行為設備がないため選手が屋外での着替えを余儀なくされることなど、設備の不備が指摘されるようになった。また、外野後方に、東急東横線の玉川橋梁があり、イリーグ公式戦などの試合中に電車が通過する際には、通過時の騒音やボールの視認性低下を理由に、試合が一時中断されるなど、運営上大きな問題を抱えていた。これらの問題から、 1992年より、相模原市の神奈川県立相模原球場を本拠地として使用するようになったため、同年以降は練習のみに使用されるようになった。1997年にはかねてから計画されていた育成施設、日本ハムファイターズタウン鎌ヶ谷が、千葉県鎌ヶ谷市に完成し、本拠地球場である、ファイターズスタジアムと屋内練習場。 合宿所を有する充実した施設群が整ったのに伴い、球団は同年春をもって玉川グランドをはじめとする川崎市内の球団施設の使用を終了した。なお、練習場としての使用終了後も球団が所有を続け、駒場学園高等学校公式野球部の練習などに貸し出されていた。また、2001年5月26日と翌27日には、 MLB のボストンレッドソックスが、東グランドで入団テストを開催している。2004年、一軍本拠地を、東京都から北海道へ移転し、球団名を、北海道日本ハムファイターズへ解消したのに伴い、所有者が、従来の、日本ハム球団株式会社から2003年8月設立の、新しい球団運営会社である。 株式会社北海道日本ハムファイターズへ移行した。2011年3月31日、借地契約満了により、日本ハム球団から国に土地の所有権が返還されたことに伴い閉鎖された。日本ハム球団から国に土地が返還された2、5月後の2011年5月、川崎市が国から土地を購入して、私有地としたことに伴い再利用計画案が、 公表される。この計画案では、両翼90メートルの公式野球場と多目的広場を設置し、2015年の完成を目指すとしていた。川崎市への公式野球場としては、同じ中原区にある川崎市轟空球場に次いで2カ所目となる。これに関しては、川崎球場のスタンドが撤去され、高級が使用不可になってから、 高級が使える公設の球場が不足する事態となり、高級が使える球場として残すべきであるとするパブリックコメントが寄せられていた。2015年4月、改修工事が完了し、川崎市玉川マリコ橋公式野球場として、採用プンした。球場は、両翼97メートル、中堅122メートルのアマチュア規則を充足した。 ものとなり、アマチュアの地域大会規模での開催は可能となっているが、河川敷のそばにあるため増水対策として、スタンド、照明灯は設置されていない。このため、観客はグラウンドそばの土手で観戦することになる。なお、回収後の一般開放での使用条件については、川崎市民に優先的に利用できるようにするため、事前に登録申請を済ませた上で、 次のような条件が設けられている。チーム登録所在地が、川崎市内に置かれていることチーム名に、川崎市に由来する地名が含まれていることチームの、選手、役員の半数以上は、川崎市在住、在勤していることチームの代表者が、川崎市内に在住、在勤していること主に公式野球を行うことを、目的として、定期的な活動を行うチームであること。 組織的に構成されたチームで河川敷利用者に対しての安全を確保できるチームであること1961年から1980年までの間、玉川河川敷付近には日本ハムを含め、計3球団が2軍本拠地及び練習場を所有していた。同じ中原区内には太陽ホエールズが、 太陽玉川球場を1955年から1980年、対岸の東京都大田区田園調布には、読売ジャイアンツが、巨人軍玉川グラウンドを1955年から1985年、それぞれ所有していた。巨人については1998年4月に、国へ返還するまでグラウンドを所有し、後地は大田区が、 国有地を借り受ける形で玉川緑地広場、公式野球場として、区民の利用に供されている。ありがとうございます。